北海道室蘭郡の一室蘭郡は北海道室蘭市長にあった群。1879年に行政区画として発足した当時の群域は現在の室蘭市にあたる。元は室蘭と呼んだ。江戸時代の室蘭郡域は東江戸地に属し、正木藩によって江戸も場所と室蘭場所が開かれ北前船も寄港していた。また、 陸上交通については、それまで室蘭から船で、室蘭湾を横切って、江戸もに渡り滅別まで陸路であったが、完成年間頃新たに室蘭滅別間の道が、開拓され、都東国の函館から、道東や自島国方面に至る陸路がつながっている。江戸時代後期、国防のため、完成11年室蘭軍域は天領とされたが、文政4年には、一旦、正木藩領に服した。 高下元年江戸も岬に江戸も神社の前身の稲荷大臣を放祭、この時室蘭高校の二小島にも後に江戸も神社に合祀された大国、恵比寿を祀った。またこの頃、先守る神社も創立されている。安政2年室蘭軍役は再び天領となり、南部藩が室蘭に陣屋を築き敬語を行った。安政6年の六藩分領以降、室蘭は引き続き函館て奉行。 小預かり所であったが、江友は南部半領となっていた。文久2年上昇産、万光カル寺が創立される。母親戦争の頃、江戸共和国に開拓奉行が設けられ、室蘭に250名が移住し、函館戦争終結まで開拓と守備を行った。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、室蘭軍が置かれた。 室蘭郡は仙台藩市に分領され、伊達東五郎国重、石川玄太国水、片倉小十郎国のりらの領地として明治4年8月の廃藩地県まで収められた。北海道1.2級町村制施工事の室蘭郡の町村、ありがとうございます。